異常な寒波が中東の非常に広い範囲に及び、トルコ、シリア、イラン、イラクなどでは記録的な雪と寒さとなっているようです。トルコでは、特に東部から東北部がかつてない大雪と寒さに見舞われていて、数千台の車両が雪の山に埋もれていると伝えられています。すでに40名の死亡が報じられていますが、多くの人たちが行方不明になっており、 雪や氷の中に閉ざされている可能性が高いと伝えられています。気温も極端で、トルコ北東部のアルダハン州にあるバンシでは、マイナス40度にまで下がりました。トルコ東部では、ダムが凍結した様子が報じられています。シリアでは、北西部が大雪と非常に低い気温に見舞われています。数年に一度くらいはシリアにも雪が降りますが、 これほどの大雪と寒さは珍しく、都市部では子供たちが雪で遊ぶ姿が報じられていました。しかし、シリアには内戦から逃れてきた、多くの子供たちが難民キャンプにもいて、寒さに震えているようです。先週だけで10人の子供が仮設キャンプで死亡したと、ABC は報じています。イランでは、2月12日前後に、 各地で激しい暴風雪に見舞われ、8人が死亡、145人が負傷、80人以上が行方不明となりましたが、それから数日経っても、混乱は収束していないことが伝えられています。交通機関は雪のために再開に時間がかかっており、多くの場所で、電力、水、天然ガスなどの供給が遮断されているようです。 この大雪は、イランの約50都市を襲い、多くの地域で24時間以内に、1メートルから多い場所では2メートルの雪が積もったようです。雪国でも珍しい積雪量です。サウジアラビアも最近では最大の寒波に見舞われていることが報じられています。ヨルダンとの国境にある、サウジアラビアのタリフ地域では、気温がマイナス5度まで下がり、 イラクとの国境にあるアラールでも気温がマイナス2度まで下がったそうで、サウジアラビアの気温としてはかなり異常な部類に入ります。本来は冬でも比較的温暖なこれらのような国々でも、かつてないような雪や寒波が次々と襲うようになってきています。